こんにちは、市民リポーターの岡田道俊です。突然ですが、皆さんは健康のために何かやっておられることはありますでしょうか。ね、僕はですね、ちょっとね、上着で一応隠してるんですけど、だいぶお腹周りの方が、だいぶ目立ってきましてですね、なんとかダイエットに励みたいと思っているんですが、なかなかね、実行に移せないというのがね、現実なので、そんな僕にですね、今日は朗報があるということで、保健科の住田さんに、来ていただいております。では住田さん、どうぞ。岡田さん、こんにちは。はい、こんにちは。岡田さん、先ほどから聞いていましたが、はい、今年の目標はダイエットですか？はい、聞こえてました。はい、そうなんですけど、ダイエットしたいんですけども、食べたいもん食べてしまいますし、運動したいんですけど、なかなか続かないんでね、何かいい方法はありますでしょうかね？はい、実は昨年の1月10日から、はいはい、米原市や県内保健所、協会健保滋賀支部で運用しているビワテクというアプリがあるんです。そうなんですか。このアプリとダイエットとどんなふうにつながってるんですか？簡単に言えば、スマホを使って健康に関するデータ管理ができるんです。これを使えばポイントもたまって豪華景品も当たるという、とってもお得な健康アプリなんです。はあ、なるほど。健康管理もできて豪華景品も当たってしまうんですね。これはね、いいお知らせですね。はい、ではまずアプリをインストールしてみましょう。はい、インストールですね。了解しました。はい、ではビワテクで検索をして、出てきました、これですね。では入手、インストール。はい、住田さん、インストールが完了しました。はい、次にプロフィールの設定が必要です。はいはい、プロフィール設定ですね。では、初めての方、ニックネーム、性別、生年月日、そして加入している健康保険の情報を入れるだけです。はい、入力完了いたしました。はい、次に日々の目標を設定します。この目標を設定し、目標が達成されると1日1ポイントポイントが獲得できます。目標は3つまで設定できます。はい、日々の目標はこれですね。じゃあ設定、いろいろありますね。じゃあ、じゃあウォーキング、1つ目はウォーキングと、じゃあ体重を測るにしましょうかね。もう1個はどうしようかな。朝食を食べる、これいいですねじゃあ朝食を食べるしてみましょう。じゃあ目標を設定するで、はい、できました。このアプリではいろんな方法でポイントを貯めることができるんです。ダイエットを目標にしてもなかなか続かないですよね。このアプリを使えば、目標が達成できたら毎日ポイントが貯まって、自分の頑張りが目に見えるので、モチベーションアップにもつながりますよ。はあ、なるほどね。頑張った分だけポイントが貯まるとやっぱ嬉しいですよね。先ほどスマホを使って健康管理をすればポイントも貯まって豪華景品も当たると、おっしゃってましたが、一体どれぐらいポイントを貯めたら景品にたどり着くんでしょうか？実は1000ポイントで一口の抽選に応募ができるんです。ただし、ポイントには有効期限があって、設定した目標だけでは1000ポイントにたどり着くことができません。そうなんですか。では、どうしたらいいんですか？では目標設定以外にポイントを貯める方法をお伝えします。次の画面を見てもらっていいですか？はい。ホームの次にスタンプラリーってありますよね。はいはい、こちらを押してもらうとコースというボタンがあるので押してください。はい、はい、じゃあコース一覧を押してと、各市町が出てきましたね。米原市はどこだ、米原市を押すと、米原市、2つのコースが出てきましたね。こちらのコースには各市町が開催しているスタンプラリーがあり、
米原市でも期間限定で現在2コースのコース設定を行っています。はいはい、米原駅周辺ウォーキングコースと、中山道ウォーキングコースとありますね。あ、今ちょうどあの米原駅周辺にいますね。そうです、こちらの米原駅東口は約 6.5 キロのコースのスタート地点になっています。ははは、なるほどなるほど。で、GPS 機能を使って現在地を把握するということですね。はい、コース詳細かな、コース詳細をして、で、JR 米原駅ができましたね。はい、そこでこちらのボタンを押してもらうとスタンプ取得となり20ポイントが入ります。ほう、なるほど、いきなり20ポイント取得できるんですね。じゃあ押します。では、参加登録、参加登録しました、チェックイン、はい、スタンプを取得しました。じゃあ閉じる、そしてコース詳細、はい、次は新幹線高速試験車両ですね。すぐそこですね、一緒に行ってみましょうか。あ、そうですね、じゃあ行きましょう。はい、岡田さん、はい、実は他にもこのアプリにはいろいろなポイントの貯め方があるんです。お、はい、健康診断を受けたり健康イベントに参加するだけでもポイントが貯まるんです。お、そうなんですか、この間健康診断受けたんですけどね、あ、そんなことあったの全然知らなかったです。はい、今年の健康診断はぜひポイントを貯めてください。はい、あ、そうですね、ぜひ、貯めたいと思います。他にはどんなことができますか。はい、実はこうやって歩くだけでもポイントが貯まることができるんです。あ、まだあるんですね。バーチャルラリーを見てもらっていいですか。はいはい、バーチャルラリーですね、これですね。はあ、4つのコースがありますね。実はこれスマホを持ち歩くだけでどこへ歩いて行っても歩数が管理され、コースを歩いているのと同じようにポイントが貯まる機能なんです。あ、そうなんですか、それはすごいですね。じゃあ早速こちらも参加するボタンを押しておきましょう。中線どっちかな、中線と参加する、こちらもどんどんポイントが貯まっていくのでお得ですよ。あとホームボタンを押してもらってもいいですか。はい、ホームボタンですね、これですね。おお、歩数も、ね、管理されて、消費カロリーも分かっちゃうんですね。スマホで万歩計の機能も果たしているんですね。先ほど取得したポイントなどもこちらへ貯まっていきます。はい、あっという間に新幹線高速試験車両まで来ましたね。はい、では早速ポイントを獲得してください。あ、はい、ポイント、はい、ポイントをゲットいたしました。お、ここではあの30ポイント貯まるんですね。そうです、場所によってポイント数も違うんです。あ、なるほど、あと場所ごとにミニ情報が載ってることもいいですね。知らないところを歩くとちょっとした観光にもなるんですね。はい、そうなんです。岡田さん、このコースはあと5箇所あります。はいはい、全部行けばいきなり180ポイントゲットできます。もしよかったらこれから一緒に行きませんか。はい、わかりました、ぜひ一緒に行きましょう。体のためにもね、歩いてポイントを貯めましょう。はい、そうです、ポイントを貯めると毎年1月1日から31日までの1ヶ月間が景品に応募できる期間になります。これから暖かくなってくるので運動しやすくなってきますね。1年間自分のために運動してポイントも貯めて豪華景品をゲットしてください。これで分かりました。こちらのアプリ、スマホを使って健康に関するデータを管理すればポイントも貯まって豪華景品も当たる。
歩いてるだけでポイントも貯まりまくっていいことずくめですね、これでダイエット計画も進みそうな気がします。清水さん、今日はいろいろと教えていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、では次の目的地である西岸寺に向かって出発いたしましょう。はい、皆さん、健康推進アプリビワテクダウンロードされていますか？この機能を使って日々の健康増進につなげてみてはいかがでしょうか。ダウンロードの方法など詳しくはビワテクウェブサイト、もしくは市役所保健課までお問い合わせください。